はいどうもこんにちは、ザワと申します。カフェステラと死神の超体験版実況を続きやっていきましょうということで、はい、いやー前回はね、まあ最後の方にあのヒロトと話してましたけれども、まあなんとかコウセイ君からしたら、まあ鈴音さんをねちょっと口説いてというか、まああのスイーツに関して、まあパンケーキとかにね、関してアドバイスが欲しいというところだったんだけど、まああの状態だからね、さすがに難しいと。まあだからまあ、とりあえずなんか美味しいスイーツを自分で作って、それかなんかこう探したりとかして、でね、ちょっと食べさせてあげたら、まあスイーツ魂というかね、もう世紀を取り戻すんじゃないかみたいな。まあそういう、魂胆で今ね、動いてるんですよね。はい、昴生くん。はい、ということで、じゃあ、続き見ていきましょう。美味しいケーキ屋さん？この辺だと、スリアンってお店が有名かな？駅前の。ほう。あ、その店はダメだ。他の美味しい店がいい。あー、そっか、あれだ。前、鈴音さんがいたところだっけ？いや、名前忘れてたわ。そんなものを食べさせたら、辛い頃を思い出させてしまうかもしれない。そういえば、スリアの味が最近変わったって話を聞いたかも。あー。だったら、少し離れた場所になら評判のお店もあるけど。できれば本業のパティシエをうならせるぐらい誰が食べてもとんでもなく美味しいケーキの店を教えてほしいんだ。何そのえげつない状況。なんかもうそんだけ美味しい店だったらもうなんかもうググれば出てくんじゃねって感じだけどな。なんかね、そんなお店があったらすぐに検索で出てくるだろうし。うん、私だって通ってるよ。確かに、まあそうだよな。うなるほど美味しいってなると食べる人の好みにも関わると思うから難しいな。尖った味でなければ万人受けはすると思うけど、それは違うんだよね。そうだな。もしかしてカフェで出すケーキを仕入れるお店？ちょっと違うんだけどな。店の営業と無関係ではないが、仕入れとは別だ。とにかくおすすめの店を思い出したら教えてくれ。かなり難しいと思うけど、分かったよ。まあもうとりあえず手当たり次第だよな、ここは。なんとしてもちょっとあの鈴音さんをね、まあの世紀を取り戻して構成させたい。構成だけに。ちょっとすいません。特定のお店の味に衝撃を受けたというきっかけなら話はもっと簡単だったかもしれないが、うん、美味しいスイーツでやる気を取り戻してもらうのは難しそうだ。やっぱり自分で立ち直ってもらうのを待つしかないか。いや待てよ、俺は勘違いをしていたかもしれない。ん？いやでもまずは目先のことだ。もしこの思いつきが正しいとしても、店があのままではダメだ。思いつき？あ、だからその自分で立ち直る機会を与えるってこと？どういうこと？わからんけど。このカフェステラに来いみたいな。すべてはやるべきことをやってからだ。そろそろ店に行くか。着替えてくるから、ちょっと待ってて。とかのぞみさん初のカフェステラー入店じゃん。店の場所はそこを曲がってすぐだ。こんなところにお店があったんだ。あ、昴生先輩。おお、メイさんだ。日内谷さん、おはようございます。もうすぐ夕方だよ。職場だと昼夜問わずおはようございますじゃないんですか？それ芸能界とかのやつや。ああ、そういう意味か。おはよう、日内谷さん。はい。もしかして、メイちゃん？ん？あれ？なんか知り合いなのかな？え？あれ？もしかして、のぞみちゃん？お、知り合いっぽい。そうだよ、久しぶり！やあやあ、久しぶりだね。元気してた？元気だよ。めいちゃんはもちろん元気。それだけが私の取り柄だからね。おお、なんだろうね。なんか昔バイト仲間というか、バイトやったことねえのか。のぞみさん、じゃあ学園でなんか一緒だったとか。
二人は知り合いなのか？あ、紹介するね。日内谷めいちゃん。今は違うけど、昔は一緒の学園に通ってて。ああ、そうなんだ。あれ？でもさっき、こうせいくんがめいちゃんの名前を呼んでった。まあ、まあね。まあこの前、バイトに面接来てくれたもんな。むしろ二人こそ知り合いなの？知り合ったのは昨日だけどね。うん。日内谷さんも昨日バイトの面接に来たんだ。もってことはのぞみちゃんも？まだ内定みたいなもので本決まりじゃないんだけど。まあほぼ内定みたいな感じだけどな。そうなんだ。そっか、一緒に働けたらいいね。うん。でも本当に久しぶり。卒業して以来だもんね。あ、その制服って牧畑女学院？かわいいよね。いやー、なんか知り合いだったから結構そのなんだろう、職場関係的には良好になりそうだよね。うん、なんかこういざこざとか起こらなそうでよかった。ありがとう。のぞみちゃんはどこだっけ？私は白滝学園だよ。白滝か。ブレザーの制服だっけ？いいよね。今度着てるところ見せてよ。あ、てか白滝学園か。俺ちょっと間違えてた。なんかこの前白滝学園って呼んでたね。すいません。うん。あ、連絡先は昔のまま？変わってないよ。何かあったらメッセージ送って。なんかすげえ陽キャの会話みたいな感じで、なんかこうせいくんが入れてない。私も変わってないから、めいちゃんも気軽に送ってね。二人はキャッキャと手を取り合う。こんな風にはしゃぐのぞみの姿を初めて見たな。女の子同士なんだから俺とはノリが違うのは当たり前なんだが、そっか、のぞみも普段はそんな風にはしゃぐのか。なんだよ。なんだ意外な一面にちょっとグッときたか。なんか新鮮だ。そろそろ中に入らないか？うん、そうだね。もし時間があるなら日内谷さんも一緒に。今後のことでちょっと話もあるから。話ですか？特に用事もないので私は平気ですけど。じゃあ行こうか。だから鈴音さんのことを話すのかな。はじめまして、住留のぞみです。白滝学園の2年生です。こういう接客サービスのアルバイトは未経験ですが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。お。これはもうオッケーでしょう、多分。採用。早いわ。早いわ、ビビったわ。まあそうかなと思ったけど。ですね。ですか。そうですか。早っ。日内谷さんの時も結構即決だったと思うけどな。まあ、その場で面接、その場で結論でしたね。ね。ありがたいですけど、いいんですか？本当にそこまで即決で。しかもマスターさんの意見を聞かないで。ああ、ミカドさんですか。ミカドさんですか。あ、あの人はまあまあ、うん、マスター、うん、ちょっと違うんですけどね。マスター？私のことだ。お、マスターじゃないんですか？てっきり一番偉い人だと。いや、私が一番偉いぞ。会っていた。それ爵位的な問題じゃないの、それは。これは別に貴族とかそういう話ではない。対外的には閣下を責任者にしている方が都合がいい。うん、まあ確かに。そうだね。雰囲気あるもんな。何せ見た目は壮年のイケメンだからな。だが、現場のことは同じウェイトレスに任せている。一緒に働くのだから、その方がいいだろう。うん。高峰君の紹介だし、今の笑顔は、こちらとしても求めてた明るさだから。確かに。なんか本当に太陽のようなとか、まあそれなんか気持ち悪いな。なんか形容するならなんかそういう感じだよな。だからこの職場に一番欲しい笑顔だよな。いい笑顔です。そうなんですか？なんか照れますね。普通に挨拶しただけなのに。ナチュラルに明るい笑顔ができるのはとっても素敵なことですから。うん。ありがとうございます。自己紹介が遅れましたね。私は
秋月カンナと言います。私は四季夏目。あれ、なんだったっけ、なんちゃらカンナみたいなことは言わないんだ秋月カンナは言わないんだ。ああ、よろしくお願いします。普通の自己紹介さすがに言わないか。にこやかに交わされる挨拶。なんかあのカウントダウンのさ、ネタが面白すぎてさ、なんか残っちゃってんだよねいや俺もこの前さ、カウントダウンのやつちょっとあの見返し始めたんですけど、見返したというか、まあそれまでちょっと見れてなかったんで、あの言われてちょっと見返してたんですけど、あーすげえ面白いなと思っていや皆さんもなんかカウントダウンのやつね、はい、あの見てみてください。なんかディスコードから見れるやつらしいですね。めっちゃ噛むな今日やばいな。行きましょう。望みなら心配はないと思っていたけど、実際に終わるとホッとするものだ。あの、墨染め望みです。よろしくお願いします。帝高則だ、よろしく頼む。基本的にフロアは若い娘に任せることになるだろう。望みだったな。期待している。よろしく頼む。はい、やったね。のぞみちゃんと一緒に働けるなんて嬉しいよ。私も嬉しい。頑張ろうねえ、よかったね。なんかと言ってもこういう接客業は初めてだから、自分のことながら心配だけど。平気だよ、私も初めてだからね。みんな初めてかもう先が思いやられるけどね。でもそれは平気とは言わないのでは。うん、仲間がいるのはいいことじゃない。まあこれから学んでいこうぜ。それはそうなんだけど、でもそうだね、心配してても仕方ないよね。これからどうすればいいですか。接客のマニュアルを作ってるわけではないですから、新人研修をした方がいいですかね。そうだね。と言っても全員新人みたいなものなんですけどね確かに、まあ接客経験があるのは、まあ厚生くんはどうなんだろうね。決めるべきことが山積みだな。それは俺も含めてだ。頑張って美味しい料理を作れるようにならないと。厚生くん、ユニフォームの話はしなくていいの。あ、そういえば、あ、そうだった。ユニフォーム、この服、デザインを変えて新しいユニフォームを作ったらどうだって、親父からの提案があったんだ。もし作るなら親父が知り合いのデザイナーに頼んでくれるって言ってた。あ、もちろんこれは一案だ。今のデザインを守りたいなら断っていい。オリジナルってことですか。おー、なんかすごいね。でもまだオープンできるかどうかわからないって話でしたっけいやでもなんか大層なことになってきましたけどね。うん、まあでもこれぐらいやっぱりちゃんとしてた方が、まあオープン前からね、こうやってしっかり組んでった方が、まあてかここまでしないとダメなのかもしれないけどね逆に。うん、残念ながらな。可愛いユニフォームでも実際に着られるかどうかはまだわからないのか。まあ、まずはまあ味だよな。大家さんをうならせる味と雰囲気雰囲気作りか。気が早いかもしれないけど話だけはしておこうと思ってさ。それはわかった、お願いします。お、いいのか。大家さんが認めてくれないのは私の覚悟が足りないからなのかもしれない。ああ、覚悟って。お店をオープンさせる覚悟。昔のお店を再現しようとしてるだけじゃ、いつまで経っても認めてもらえないかもしれない。なるほど。だから決めた。何を。ちゃんとお店を営業させられるようにする。店内を明るくしてユニフォームも変えて、メニューも決めて、仕入れるところも決めて、話を通して、うん、そういう営業していくのに必要なこと。まだ許可が出ないから今はある程度のところで止めてたけど、そういうのもちゃんと詰める。いつでもオープンさせられるようにして、不退転の覚悟で臨む。ダメだって言われても強引にオープンをさせるなんかいいねこの夏目さん、なんか凛々しくて。うん、
なんか、なんだろう。もう、主人公の、ね、なんかヒロインって感じ。メインヒロイン、もう制裁って感じがあるわ。夏目さん、絶対にみたいな。なんかこう、強い覚悟を持った、ね、なんかヒロインっていうか、いいですね。強引にオープンさせるのはさすがにまずいだろ。うるさい。上げ足取るな。それぐらいの気持ちってこと。そういう強い気持ちは足りていなかったかもしれませんね。うん。私もいいと思いますよ。いえ、むしろ私も夏目さんに負けないような気持ちで頑張ります。そうだね。昴生君、昴生君、どうして夏目さんが覚悟を決めるの？マスターは帝さんでしょ？いろいろあるんだよ。いろいろあるんだ。え？それはいろいろと事情があるんだ。店長は帝だけど、カフェとして店を開きたいのは四季さんの願いでもあるんだ。だからさ、さんをつけろ。昴生君よ。うーん、でもそっか、事情があるから昴生君も手伝う気になったんだね。まあそんなところだ。だから日内谷さんも墨染さんもちゃんと雇う。オープン前でも店に協力してくれた分は時給も払う。いいですよ、オープンさせてからで。うんうん、私もそれで構いません。そんな二人に四季さんは首を振った。それはダメ、ただ働きはさせられない。でもなんか申し訳ないです。それは違うんじゃないですか。ん？オープンはまだだとしても報酬を支払うだけの働きを求めているんです。なるほど。つまりお二人にも報酬分の責任を負って仕事をしてもらうということですから。あ、オープン前からな。まあこれも仕事の一環だもんな。そりゃ、そう言われると怖くなってきますね。でものぞみちゃん、オープンさせたらどの道責任を負うことになるんだから。そうですな。それが少し早まるだけの話だよ。あー、いいね、ポジティブシンキングだ。そうなんだけど、それを実感したというか。ちょっとうわってなっちゃった。姉ちゃんって相変わらず物怖じしないんだね。神経がずぶといだけだよ。でも具体的に私たちは何をすればいいんです？うん、接客のマニュアルを作る協力と、コーヒーと紅茶の入れ方も覚えてもらう。ドリンク系はウェイトレスの仕事だから。わかりました、頑張らせてもらいますです。もらいますです。いやでもなんか順調に進んでますね。私も頑張ります。よろしくお願いします。だからユニフォームの件もお願いします。そっか、もう覚悟を決めたと。うん、まあ受け取っておこう。わかった、親父に話しとく。あと高峰君も必要なことがあれば何でも言ってね。あー、それなら身長、体重、あと3サイズなんかも教えてほしい。は？いや、はて、はて、夏目さん、違うんです。僕が知りたいわけじゃないんですよ。昴生君が知りたいわけじゃなくて、サイズわかんないとユニフォーム作れないじゃないですか。すいません。すいません、誠にすいませんでした、夏目様。やばいな、もうずーっとその目で固定してるとなんかこっちがなんか申し訳なくなってくるな。なるほど、確かにのぞみさんのサイズはなかなかお目にかかれるサイズじゃありません。同じ女でも気になります。そうですか。ん？確かにのぞみちゃん昔から成長が早かったけど、ちょっと見ない間に拍車がかかったよね。やばいよ、体の話になったよ。やばいよ、昴生君がキラーパスを送ってしまったせいでこれ。どんどん変な方向に進んでるよ。そう？いや、そんな凝視されると困るんだけど。てかさ、なんかのぞみさんにちょっとさ、こう言っといて、後でなんか測っといてくんないみたいな。言っとけばいいものをさ、なんでそこでデカデカと宣言しちゃったんだよ。昴生君もそりゃこういう話になるわな。そんなドストレートに
セクハラだなんて、思ってたよりも大胆なんですね。エロな、本当に毎回のように毎回のように登場するな、エロな。この店を手伝って欲しければ、貴様のスリーサイズを教えるのだ、的な脅し。鬼畜先輩だ、そこまでは言ってないぞ。最低。ちょっと待て、勘違いしてるっていうか、のぞみは分かってて言ってるだろう。ユニフォームを作るためには採寸が必要なだけだ。ああ、そっちですか。お、だからこの店のため、あくまでこの店のためだから。言い訳みたいでうさんくさい。じゃあもうね、もう3サイズはもう、もうこっちはもう知らないから。そっちで測っといて、もうのぞみさんにちょっと運ばせてくれ。でも採寸が必要なのには納得しました。うん、そりゃそうですね。納得してもらわないと困るわな。線は急げ、パパーっと測っちゃいましょう。お、あ、じゃあメジャーがいるよね。お店にも置いてありますか？メジャーはなかったような。心配はいらない、俺が準備してる。ほら、ここに。準備万端すぎてキモい。いや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 、それはちょっと違うんじゃないかな、あさめさん。すべてがキモく思えちゃってんじゃないですか、それ。拡張バイアスやん、それ。ねえ、そこまで言わなくても。必要になるだろうからって気を利かせただけなのに。なあ。これは違うよな、ちょっとな。まあいいや。とにかく測ろうか。お前が測るんじゃねえよ。光線くん、お前が測るんじゃないからな。真顔で言われるとさすがに私もフォローはできませんね。いやだからこれ必要な行為だから。みんな理解して、もう頼むわ。ちょっとお茶目な一面を見せただけだ、本気じゃない。の割には結構マジ顔っぽくなかったですか、ね、何マジで測ろうかみたいな感じで、こうちょっとあのなんかメジャーをさ、ギャチャチャってこう出してさ、なんか測るジェスチャーをしたのかな今。それあかんな。昴生君に測らせるわけないでしょ。ほらメジャー貸して。そうだな。じゃあ休憩室で測りましょうか。でも測った後は結局数値は先輩に見られることになるので。ない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 。だからそこのぞみさんに任せればいいんだよ。あん、それは平気、報告は私からしておくから。うん、ちゃんと関係ない人は見ないようにお願いしておくね。うん、って言っても私は知られて困るような体型でもないけどね。いや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 、ふん、めいちゃんの体引き締まってるもんね。いいの？のぞみちゃんこそ女の子っぽい体つきで羨ましいけどな。やばいよ。男にはちょっと結構毒な会話が始まってきたよ。ともかく行きましょうか。うん、行ってください。昴生君、いや居心地悪そう。もうずーっと見られてるね、もう夏目さんからは。そんな脅さなくても覗かないから、ドンキを準備するのだけは勘弁してください。ドンキは放らないでくださいね。はい、よかった。軽くうなずいてから、四季さんも休憩室に向かった。まあ、久々だったよね、あの、やばい目は。やばい目っつうの。さてと、俺は料理の練習でもするか。にしても、仕入れに関しても話を進めるって大丈夫なのか？何かつてでもあるのかな？そのことなら心配をするな。お、うわ、びっくりした。そういや、ずっといたんだった。店のことなら私に任せておけ。当てがあるのか？私には猫の情報網がある。安くて質のいい店についてはこちらで調べておく。残飯あさりは任せろ。そういうことね。胸を張って言うことか、それ。正確にはそういう生活のノラも知り合いにいるから任せろ。ゲーな。だな。いや、あの、どういうつてがあるんだろうな、その猫に。なんかそこの、なんか会議みたいなのやってるんでしょ。その様子見たいよな。ともかく、仕入れの具体的な話についても、私がしておこう。必要なものを洗い出しておけ。この店の責任者は夏目だが、外部とは、私がこの見た目で話す方が、スムーズにことが運ぶだろうからな。うん。いや、ありがたいね、それは。
わかった。そっちは任せる。だが、例のパンケーキの件はどうする？デザートに関しても店を探しておくべきか？一応、それに関して考えていることがある。ならば、必要はないんだな。必要ない。と思いたいけど、絶対ではないから、探すだけ探しておいてくれると助かる。わかった。まあ、どうなんだろう。だから、鈴音さんを呼ぶのかな？どうなんでしょうかね。わかんないけどね。はい、じゃあ行きましょう。さて、練習しておくか。どこら辺で切ろうかな。あ、じゃあ、早速。お、これからメジャー。あー、じゃあ、ちょっともうここ見て終わるかな。まあ、でもなんかあれだな。白幕あるんだろうな。幕案件あるんだろうな、これ。わかんないけど。絶対なんか1万円あるでしょ、これ。それじゃあ、のぞみちゃんのおっぱい測っちゃおうか。でしょうな。でしょうな。あると思ったよ、だって。もうこういうのゆずソフトさん大体用意するもん。こういうなんかさ、みんなでさ、下着をこう、なんか下着姿でみんなでこう、ヒロインがさ、集まって、みたいなね、やつは。ね、なんか甘い色にもあったし。大体あるもんな。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと膜入ってると思うけど、ごめんね。目が怖い。のぞみさんからか。おっとごめん、つい癖でクラスのノリが。いつもそんなノリなの？すげえな。ブラホック外しとかやってんじゃないよな、マジ。たまにそういうノリの空気があったりした時ね。私の時もそういう子がいたな。いや、そうなのか。女学院怖い。恐ろしいぜ。本気じゃないってば。あくまで女子の間のノリってやつだよ。でもきめ細やかな白い肌によく映える綺麗な下着、そして溢れんばかりのそのサイズ。うん、解説ありがとうございます。見えてない人にちょっと解説、妄想へのお助けありがとうございます。同性でも思わず目を奪われますよね。でかい。うん、でかいですね。でかい。谷間に指を入れてみたい。待って。エスカレートしてない？それは。あんまり見ないでほしい。だらしない体なので、ね、何もだらしなくないよ。それぐらいの方が健康的でいいと思いますよ。私からするとむしろめいちゃんぐらいの方が綺麗で健康的な体だと思いますけど。なんかシュッとしてるよね、めいちゃん。そんなことないよ。むしろもうちょっと増やしたいんだよね。主には胸とかちぶさとかおっぱいとか。全部同じじゃねえか。いやいやいや、まあでもなんだろう、ないものねだりじゃないけどね、まあそういう感じなんだろうな、女性はな。うん、難しい。私も日内谷さんの体は綺麗だと思うな。そういう夏目さんが一番綺麗だけどな。スタイル的には整ってて、うん、品性が取れてるっていうのかな。その日焼け跡、水着でしょ。バレましたか。え、見ればわかるってば。でもそれが健康的な美しさを出してると思う。あ、そうだね。なんか競泳水着のなんかさ、あのなんかホームページかなんかでその競泳水着姿があったんだけど、多分なんかそういう関連なんだろうね。うん、もう10月なのに全然戻らなくて恥ずかしくて困っちゃいますよ。部活ですか？うん、な、そう。だからそこら辺の話がまだ出てきてないんで、まあ今後出てくるのかな。あー、まあそんな感じですかね。体験版では出ないのか。アルバイトを始めてもいいんですか？時間の都合もあるのでは。うん、確かに。平気です。昔の話ですから気にしないでください。昔。今は過去よりも未来に目を向けましょう。ユニフォームのためにのぞみちゃんのおっぱいを採寸採寸。うん、なんかありそうだな、めいちゃん。ちょっとなんか気がかりですね。なんで私限定？限定じゃないけど、やっぱ大きいからどれぐらいなのか早く測ってみたくて。興味があるのか。私も気になってました。実は私もどれぐらいなのか気になってる。夏目さんもですか？逃げても最後には測ることになるからしょうがないよね。それじゃあ早速。おやべえよ、こんなの後世には見せられないな。あの、恥ずかしいです。
あ、今の可愛い。あの、恥ずかしいです。はい、圧巻ですね、このサイズは。言ってる秋月さんも十分圧巻だと思うけどね。うんね、夏目先輩だって小さくはないですよ。やばいよ、女子トークになってきたな、本当に。なんだかすごい職場に来ちゃったな。おう、こういう採寸ってどこまで測ればいいんだろう。3サイズだけじゃ足りないでしょ。肩幅とかバストはアンダーもいるでしょうし、肩幅に袖丈、うん、腕、肘、手首の周り。おお、なんか詳しいね。あとはパンツ丈と太もも、膝、ふくらはぎ、足首の周りぐらいは測っておいた方がいいと思います。すごいな、なんかサラサラ出てくるね。じゃあ続けて測っちゃおうか。じっとしててね、のぞみちゃん。やめな、めいちゃん、めいちゃん乗ってるね。今日は、うん、それちょっとくすぐったいかも。あれ、我慢我慢、すぐに済ませるから。もうエロ親父みたいになってんな。のぞみちゃん、なんかエッチ、なんかエロいね。もう変な気持ちがムクムクと、もっと泣かせてみたくなっちゃうよね、こういうのって。やべえ、危ない人だ。メイさん危ない人だよ。困るよ、うん、変なことしないで。 あれ、うん、私たちもやりましょうか。あれ、何やらない。え、でも楽しそうじゃないですか。ちょっと待って。何を企んでいる。私はそういうキャラじゃないから、私は自分で測る。恥ずかしがらずに仲良くしましょうよ。ああ、なるほどね。うわ、ちょ、ま、やめ。あれ、ほらほら、夏目さん。夏目さんを巻き込んでいくスタイル。あ、すごいな。すごいなつって。はい、ということで、今回ここまでにしましょうか。ちょうど幕がなくなったところで終わるのもなんかあれなんですけど、はい。今日はね、ちょっとここまでにしたいなと思います。いやー、なんか、あれだな。なんか最後のせいで、ちょっとね、いろいろとぶっ飛びましたけど。まあ、なんとか、まあ、ユニフォームがね、の案が通ったというか、うん。まあ、作る感じの話がね、進んでよかったんですけど、まあ、まだね、鈴音さんの話の方が、まあ、どうにも、こうにも、始まってないというか、うん、まあ、まだ全然解決してない状態なんでね、はい、昴生くんの方が、まあ、どうするのかなっていうところなんですが、はい、今回は、ここまでにしたいなと思います。はい、ちょっとね、もう最後のくだりに全部、しかも今日、全然口回ってなかったからさ、途中やばかったよね。すいません。はい、もう毎日こんな感じでやってるんで、うん、疲れてると口回んないんだよね。はい、ということで、今回はここまでにしたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。